Ladies and gentlemen， 大家晚上好。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、私がマック SP の早川です。若田豊田です。秋。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお忙しい中お越しいただき本当にありがとうございます。楽しんでいってください。よろしくお願いします。そして本日はお集まりいただきました皆様、誠にありがとうございます。皆さん、スクリーンの方をご覧いただけますでしょうか。本日は皆さんと一緒に金田久美子プロの2022年を少しだけ振り返ってみたいなと思います。ご存知の方いるかと思うんですけど、金田久美子プロ、去年のオフと今年のオフ、スイングがね、変わってるんですよね。フィニッシュがコンパクトになってるんですよね。皆さんもこうしたスイング、毎年本人曰く少しずつスイングを改造されているらしいので、ぜひ今後もチェックしていただきたいと思います。そして22年のツアーの振り返りということで、金田久美子プロ、今シーズン38試合ある中で25試合に出場しております。トップ15入り6回、トップ10入り3回、そして今回の三菱電機の優勝、なんと今シーズンが終わるわずか3試合のところで優勝を挙げております。いろいろなメディアで報道されているかと思うんですが、今回のこの優勝、4207日ぶり、11年と189日ぶりの優勝です。この記録、ブランク歴、ナンバーワンを、はい、記録しております。4207日とありますが、この長い期間ずっとこの LPGA ツアーのトッププロとして活躍されておりますので、実力がないことにはこのツアーで、できませんので、すごく素晴らしいことだと思います。そしてこちら、渡辺マネージャーよりちょっとご支給いただいた画像なんですけど、優勝日の写真いくつかご覧ください。久美ちゃんの笑顔、とても可愛らしくていいですよね。素敵です。そして久美活ファンの皆様、久美ちゃんね、いろんなファンの方に支えられてここまで来ているので、すごく団結力のあるファンの皆様。そして金田久美子プロが優勝後に放った一言、こちらもね、結構いろいろなメディアで報道されている言葉です。努力は必ず報われるとは限らない。報われるまで努力する。努力をね、日頃続けてきて、大きなね、結果を出した方にしか言えないこの重みのあるセリフ。僕も普段営業としても活動してるんですが、ぜひね、今後大きな仕事を受注した際には、この言葉をね、思い出して使ってみたいと思います。皆さんもぜひ使っていただければと思います。今回のこの優勝、優勝と同時に手にすることができた5年ぶりのシード権、こちら、このシード権どれだけ重要かと言いますと、トッププロのね、50名しかこの権利を付与されない、とても貴重なシード権となります。国内のツアープロ約860名いる中の50名のみが手にすることのできる権利です。ちょっと調べたんですけど、毎年500名以上の方がプロ試験を受けられて、たった 3%、 毎年20名ぐらいしかプロになれない。女子プロゴルフ界で生きていくためには相当ね、努力と実力がないと生きていけない、こんな厳しい世界です。そんな厳しい業界でのこのシード権獲得は、優勝と同じぐらい価値のあるものだと思います。最後になるんですが、この優勝とシード権が獲得できた理由をいくつか考えてみました。こちらの1番から5番、当然のことだと思うんですが、もう一つ僕の中で決め手があります。それがこちらです。実はですね、このシーズン始まる前に金田久美子プロと YouTube 動画を撮ってるんです。聞こえません。食べましょう、食べましょう。 OK、 今シーズンシード権が取れなかったら、皆さんに応援してくれてる皆さんに懺悔として、岐阜県にある日本最大級のバンジージャンプを飛びましょうという約束をしております。懺悔として、このバンジー絶対に飛びたくなかったと思うので、食べましょう、食べましょう。
この OK バンジーという約束が決め手となって優勝できたのかなと僕は勝手に思っております。とにかく津田久美子プロ優勝おめでとうございます。そして今シーズンお疲れ様でした。皆様来シーズン、ぜひね皆様と試合会場に足を運んでいただき、金田久美子をこれからも応援の方よろしくお願いします。そしてマック SP の応援も何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様より金田久美子プロにおめでとうという気持ちをね扱っております。僕が皆さんを代表してお渡ししたいと思います。皆さん僕がおめでとうと言いますので、その後に一斉におめでとうとお願いいたします。金田久美子プロおめでとう。ありがとうございます。それでは皆さん準備の方よろしいでしょうか。金田久美子プロのますますの ご活躍と皆様の歌声を記念しまして、乾杯。乾杯。レザレクションのキャリーバッグを2種類と、レザレクションのボストンバッグなのかな、はい、を3個。6番と69番です。はい、6番と69番です。29番です。おお、本日は本当にお忙しい中、祝勝会にお越しいただきありがとうございました。まずはじめに、MacSP の前田会長、前田社長、本当にこのような素敵な会を、開催していただきありがとうございます。そしてこの会を、盛り上げてくださった社員の皆様、本当にありがとうございました。私の、ファンでない方や、そうですね、興味のない方もたくさんいらっしゃったかと思うんですけど、これを機に、今日から少しでも興味を持って、応援していただけると嬉しいです。今年の三菱レディースは、11年ぶりに優勝したんですけど、これも皆様の支えがあってからだと思ってます。そして前田会長とは、
10年前の、2013年の、ブリヂストンの中京リリースで、トラウマでご一緒させていただいて、そこからご縁があって、4年ほど前からサポートしてもらっています。本当にいつもありがとうございます。そして、最後になりますが、私自身来年もまた、3勝目を早く挙げられるように、この後しっかり努力をして頑張りたいと思います。これからも、これからは、応援してください。今日はありがとうございました。はい、おめでとうございます。カートバッグです。はい、次回は。